皆さん、こんにちは、えー。それでは令和元年度論文試験を試験。財務会計論のですね、解説動画を始めさせていただきます。担当はレックス専攻しかげやです。よろしくお願いします。はい、ええー、令和元年です論文試験を試験、お疲れ様でした。えー、まあ、この動画はですね。ええー、まあ、令和元年度論文試験を試験の、まあ、合格発表の後にですね、えー。収録をしておりまして、えー、まあ、受験生さんの、まあ、成績表をですね。えー、こう見ながら。 こう、いろと検討しまあ、その後で収録しているので、えー、まあ、速報というよりは。こう受験生さんの成績を見て、まあ、来年に向けてですね。あの、どうしていったらいいのかっていうところもですね。含めてこうお話をさせていただきますで、まあ、この動画はですね。えー、まあ、内容としてはこう理論を中心に見ていき、計算の方はですね。解説の冊子の方がですね。レックからこう配布なんかされていると思いますので、そちらの方で計算の方はこう確認をしていただければと思います。はい。 えでは、ですね、えー、始めさせていただきますで、えー、まあこの令和元年の論文式の試験財務会計論、まあ、形式としてはですねほぼ今まで通りですね第3問から第5問まで第3問が個別の計算プラス理論で第4問は理論問題第5問は連結の総合問題に理論が絡むという形式でしたが、えー、昨年度ですね 平成30年度と違う点としては、えー、まず第4問の理論問題ですね、えー、第4問の理論問題が平成30年度はですね、えー、3問構成でしたただ、えー、令和元年度は4問構成で、えー、まあこれ平成29年までは第4問が4問構成でしたので、えー、まあ従来のですね問題数に戻っているということですねはいなんでまあ昨年度の平成30年度はねちょっと問題数第4問が少なかったというところがまず一つですねであとはですね第5問です えー、会計試験にしてはですねえー。まあ、こういった形式ってのはほぼ出ていなかったんですが、えー、第5問でその財務諸表をですね、えー、作りましょうという問題が出題されました。ま一応あの数字が入ったね。回答が入ったものになりますが、これですね。まあ、日商簿記みたいな。出題形式ですよね。えー、まあ、ここもう数年かなり前からですけれども、会計試験は？ その財務書表の回答項目ですね回答項目に番号が振られておりその番号に沿った答案用紙ですね番号の、えー、金額を埋めていくと、まあ、原価証価償却きまとか、ね、なので配点が振られる箇所が、まあ、分かりそして答案用紙は別にこの財務書表ではなくてです、ねまあ、こういった番号が入ったですね、えー、マス目の答案用紙これがもうずっとですね続いていたわけですが。 えー、ここに来てこう日章簿記のようなですね財務諸表の穴を埋めていきましょうというまあいわゆるその旧試験に近いようなですね総合、えー、問題が出題されました。で、まあ、これがね形式面の大きな昨年度までのものとの違いになります。えー、そしてまどの箇所が配点振られるのかっていうのは正直わからないですね。一応このちょっと 太くなっているカッコのところは配点対象にはなりませんっていう、えー、まあそういった指示があるんですけどもだからといってそれ以外のところがじゃ全部配点対象になるのかっていうところまでは分かりません、まあ、それ以外のところが全て配点対象になる可能性もありますし、えー、まあこの太いカッコ以外のところの中の、えー、いくつかが配点対象になっているということも考えられるので、えー、ここはまだねちょっと分からないという状況ではあります。はいえー、まあ形式面の変化はそれぐらいですがただまあ 配点箇所がね、まあ、確かにこう分かりづらいという特徴はありますけれどもでも連結財務省を作りそして番号が振られている部分だけを抽出して答えていくというものと、まあ、そこまで大きく変わるものではありませんので、まあ、本当にすべてについて番号が振られているというふうに考えれば、えー、いいので、えー、まあそんなに大きな変化ではないのかなと個人的には思っております。はい まあ受験生の中にはね面食らった方もいるかと思いますけれども、まあ、よくよく考えればそんなに形式変わってないよと、えーまあ、冷静にね判断できればよかったのかなと思います。はいえーまあ、これが形式面のお話ですで、えー、内容面につきましては、まあ、難易度ですね総じ、えーまあ、て優しめですね、えー。特に第4問の理論が優しいかなど、まあ、一部ですね第4問の問題4だけは まあ少し難しい見慣れない問題だったと思いますけれども、えー、123ストックオプションと、えー、資産除去債務、えー、そして、まあ、純資産会計についてはですね、えーまあ、超典型論点と、えー、自己株式会計については超典型論点ですから、えーまあ、ここいかに精度高く書くことができたのか、ね、で第5問の連結の総合問題もまあここ数年に比べれば優しめですね全く手も足も出ないというものではなかったかなと思いますまあそれでもね、えー、例えば8割ぐらい取れるとかっていうのはなかなかないと思いますけれどもね えーまあ、昨年はともかく一昨年よりも前ですね平成27年8年9年、まあ、そのあたりはかなりの難易度でしたから、まあ、昨年は少しね、えー、優しくなりましたあが今年はさらにです、ね、優しくなり、まあ、標準レベルですね、まあ、優しくなったといっても、まあ、標準レベルになりますので、えー、まあ先ほど言った通りその八割が取れるという問題ではありませんけれども、うん、まあそれにしてもですね、えー、そこまで難しくなかったのかなと思います。 はいで逆に難しいのは、ですし、ね、ょっぱなですよね、第3問のリース、まあ、これ難しいですね、えー、これなかなか難しく、まあ、本当にリース会計を理解していないと、ですね、えー、点数はなかなか伸びなかったと思いますし、まあ、逆に、えー、このリースの部分につきましては、そんなにね、えー、正答率が高くないとは思いますので、えー、まあ、9箇所のですね解答箇所がありますが、計算、まあ、3箇所から4箇所取れればね、まあのじかなと。 で逆に幻想のまはですね、えー、関東が必要かなというところは個人的に思いました。はい、えー、まあこれがざっくりとしたら戦争になります、えー。とにかくまあ第四問が簡単だというところで、えー、典型的な問題をいかに精度高く書くことができたのかねここがまあ勝負の分かれ道だったのかなと思います。でこれはまた第四問のところでもですねお伝えをしていきます。はい、えー、といこと,ところでここからですね各問ごとのですね解説に入っていきます。まあ理論中心に見ていきたいと思います。はいまず、えー、問題一のリース会計ですね。はい。 えーまあ、計算についてはですねリリース3種類ありまして、まあ、結構難しいですね。えー、なので、あのー、用語の、ね、穴埋めここについては確実に正解が必要です、まあ、特に貸し手の処理はですね重要ですよということなんかはですね講義の中でもかつ直前の、えー、山手会なんかでもですねお伝えしていましたので、えー、まあ、しっかりとね見ていただければ丸、まあ、1の見積もり残存価格なんかはですね簡単に埋めることができたと思いますので、まあ、少なくともこの用語ワード3つ あとは計算が、まあまよくば、まあ、1つ2つ拾えればというところですけれども、まあ、合格ラインとしては、まあ、9分の3から4になるかなというところです。ねまあ、ここはですね、まあ、その受験生の皆さん合格者のです、ね、皆さんに聞いても、えー、ほとんどの方がねあのリースはできていなかったということなので、まあ、本当に4つ取れればもう御のというかアドバンテージ取れた可能性もあります。ね、はいななので、まあ、なんとかね3取れれば もう十分、急大点と思ってください。はい、で問いのにですね理論の方入っていきます。すまあ、理論の方はね少し内容も見ていきましょうか。はい、えー、土地のリースに関するお話で、えー、土地のリースは動産のリースと異なり所有権移転外ファイナンスリスト引に該当することはなく、えー、所有権移転ファイナンスリスト引またはオペレーティングリスト引のいずれかとなるとで土地のリース取引が所有権移転ファイナンスリスト引以外 まあ、オペレーティングリース取引と推定される理由を答えなさいと。ねまあ、所有権が移転するというところについては、まあ、所有権移転ファイナンスリースなんでいいんですけれども、えー、なんでそれ以外がオペレーティングかあのつまりのところ所有権移転外ファイナンスリース取引っていうものがないんですね土地には。所有権移転ファイナンスリースもしくは、えー、オペレーティングと。その理由はこれですねあの土地の耐用年数無限なので、まあ、フルペアウトに該当するってことは通常考えられないと。ね、で プロペイアウトというのは自己所有の資産と同じような効果を受けそして自己所有の資産とと同じようなコストを負担すると、はい、ただ所有権移転外ファイナンスリース取引これで自己所有の資産と同じような効果を受けてそのコストを全て負担するということは多様な数が無限大であることから考えづらいですよね。 まあネに移転してしまえばいいんだけども移転外でそういったことはなかなか考えづらいということで、まあ、フルペアウトのリスト引きには該当しない、えー、つまりのところ、えー、中堅移転外のファイナンスリスト引きはありえないということですねはいこれは知ってるか知らないかでしたので、まあ、少しねあの見慣れなかったかなと思いますでただですね、えー、次です えー、土地のリースト取引が所有権移転ファイナンスリースト取引以外オペレーティングリースト取引と推定されるよう答えまた土地のリースト取引が所有権移転ファイナンスリースト取引となるのはどのような場合かと、えーまあ、移転ファイナンスリースト取引というのはあり得るわけですね移転ファイナンスリースト取引となる場合はどのような場合ということで、えーまあ、これは所有権移転情報が付されているケースもしくは割安購入選択権が付されておりその行使が確実に予想されるケースということで、まあ、この2つはですね、えーまあ、少なくとも1つは書いていただきたかったかなと。 で逆に一つを思い浮かんだら二つ書けるっていうことも多いに考えられますし、えー、まあ受験生に来たらあの担当の時のの、ね、レジュメとかあと一問一答の中にです、ね、こういった問題がよくあったのでこれで覚えていて書けたよという方が結構多かったです。はいえー、なので確かにポイントリストには、ね、ここの部分載っていなかったですけれども、ま、従来の、ね、担当の知識なんかをです、ね、こう引き出して,、えー、書,いていただ書いていただきたかったところかなとは思います。はい まあ所有権移転ファイナンスリースト取引と移転外ファイナンスリースト取引の違いまあどういうケースで所有権移転ファイナンスリースト取引になるのかなということを考えることができればですねまあ、ここはなんとかですね、えー、埋められたかと思いますので、えー、まあちょっと全くな白紙だと辛いとは思うんですけれども、えー、まあなんとかねこの所有権移転ファイナンスリースト取引になる場合をまあどっちか一つでもかければよかったのかなとのでまあ一応理由と2つのケースまあ場合が2つあるんで計まあ3つあるとしてこれは3分の1。 いいたかったかかっなとはい、やはりどういったケースかっていうところを書きやすいと思いますのではい、えーまあ、そこでなんとか一つのうぎ取れれば OK とはいでは続いていきます次は減損会計ですねえ損、ー、会計はまず計算は基本的に完登が必要かなとなの、ね、で9個ありますのでまあ全て正解すると。 まあ9分の9、これが望ましいわけですが、まあ、ただ一つ,しし、ま、つミスをしてしまっても、えー、まあ仕方がないかなとは思いますただ一つミスをするとこの9番がですね間違えてしまうということになるので、えー、なのでまあ1ミスは2箇所失点をしてしまうということに、まあ、ほぼなってくるので、まあ、できればねこれ9分の9でいきたいんですね。9分の9 もしくは一ミスです。なのでまあ一ミスだけれどもまあ七箇所っていうことですね。一ミスだと七箇所なので、まあ八ってのは基本的にないと思うんで、なんだオーバ九で。なので意外とこう点差がつくんですね。満点取れた方と一ミスしちゃった方で点差があのつくかなというところです。ただあの満点これは取れますからね。あの入門でやっている論点とほとんど変わりませんので、えー、ここは九分の九なんとか行きたかったかなと思います。 で、えーまあ、間違えても1ミスでとどめておきたい、えー、そういういい論点ででしたはい、で理論の方もですねこれ超典型論点ですから幻想の,の戻し入れを行わない理由ですね、えー、これはなんででしょうと、えー、回収可能性がですね、まあ、要は回復した場合であってもなんで戻し入れを行わないんですかとで、えーまあ、これについて理由2つですね。まず改善性基準 幻想の存在が相当程度確実な場合に限って幻想存失を認識することとしているということですねこれがまず1つはいあとは戻しよりは事務的な負担を増大させると、はい、これで2つですねまあ行数がですね短いですけれども、まあ、できればねこの事務的負担のところまで書いていただきたいかなと思います まあ本当に1行とかであればねこの元素の存在が相当程度確実な場合に限ってっていう部分だけしか書けないと思いますが3行ありますのでまあなんとかね戻し入れのところまで入れていくとはい、えー、まあこれは精度高くですね、あのー、書く必要がありましたまあおよそ、まあ、9割10割度ですね レベル感でかけていなければ逆に、えー、ディスアンドディスアドンパテージですねさ、えーまあ、をつけられて、えー、しまう可能性がありますはいまあ二つのエッセンスですね入れるようにして、えー、ください、えー、それでは続いていきます次が第四問ですねでまあ第四問はですねまあ去年もそんなに難しくなかったんですがそれにしてもですね今年はさらに、えー、優しい 第四問で、まあ、ここ数年えというかまあその会計試験の新試験になってから一番まあ優しい第四問といっても過言ではありません、まあ、それぐらいに優しいというか、まあ、典型的な問題ですから多くの受験生が見たことがあるという論点だったと思うんですよ。でその上でやはりかなりのね精度で、えー、書いていかなければ、えー、差をつけられてしまいます。守れないんですね で、あのーまあ、合格発表終わってですね、えーまあ、多くの受講生さんの、まあ、成績合格された方あそして残念な結果だった方ですね、えー、成績を見させていただいたんですが、あのー、この合格できなかった方の多くのです、ね、方がこう言う言んですね。自分の出来と実際の偏差値で乖離していたところがどこっかとっいうですね、えー、こういう質問に対して。 えー、この会計学の午後第4問これをですね多くの受験生が挙げます合格されていない方ですかいや自分はできたと思ったんだけども偏差値が全然出ていないと、ね、で別に偏差値悪くないんですよんまああのー、大体50付近なんですよ合格できていなかった方もこれ第4問の偏差値まあそれは例外はありますけれどもね多くの方は50付近で まあ得点比率でいうと35あたりなんですけどもあのただ本人的には偏差値60ぐらいいってると思ったとみんな、ね、かなり、ね、手応えがあったとででも実際蓋を開けてみたら全然伸びていないと、まあ、偏差値50なんで、まあ、合格のラインが52ですからそれよりは下回ってますけれどもとはいってもね別に平均ってことですよね50ってことは。 でもそんな平均じゃなくてもっとできてると思ったとあのー、まあ多くのね、えー、受験生さんがまあ口調それでそう言ってるわけですけれどもすかまあこれは何を意味してるのかというとすか合格者はもっと欠けてるってことです,ですかこれ第四問は典型論点が四分の三出ているわけですでその四分の三についておそらく合格者は相当程度高い精度で記述できているということなんですねまあ当岸開示までまだね実際、えー こう受験生さんのものをですね拝見させていただいてないので、期、まあ、間的な問題で。ね、なので、まあ、実際この後答案開示をいろんな受講生さんにお願いしていますので、えーまあ、その答案を見て、ですね、えー、合格されている方と、そうじゃなかった方のこの第4問の制度の具合というものは、ちゃんとですね私の方で確認をして、またね、あのー、来年度の令和2年度の本試験のまあ解説、当連の解説なんかで,です、ね、しっかりとフィードバックを、あのー、していきたいと思います。ねあのー、もうグルダプ講座のね 収録は終わっってしまったので、まあ、当連解説、もしくはまあ生講義の、ねえー、インプット講座であれば、まあ、そこで、ね、フィードバックができるかと思いますけれども何ら,らかの形でですね、えー、その合格された方の第4問と合格されていない方の第4問の精度の差っていうものはです、ね、こうお伝えしていきたいと思います。えーまあそのねえー、成績を見る限りではやっぱり合格された方の方が圧倒的に精度を高くかけてるのかなと思うと、ね、思いますし、まあ、あとはです、ねあのー、偏差値のばらつきはやはり少ないですね。 なので35、まあ、得点比率でいうと35付近に固まっていると、まあ、偏差値でいうとやっぱり50ぐらいのところにですね、えー、固まっているとで、まあ、合格された方はね、その52とか53で残念な結果だった方も、まあ、その49とかその辺りで、ね、今偏差値60とか偏差値40とかっていうのはこの第4問ではなかなかないかなとこう偏差値はうまく、ね、こう収束していると、まあ、それだけ高いレベルというか、えー、争いはレベル高かったのかなと、まあ、みんなかけてるということですねある程度は。 ただその中でもやはりこう精度の高さっていうものが如実に表れた、えー、まあそういった第イ問だったのかなと思いますので,です、まあ、特にその来年度の試験に向けては典型論点の精度の高さですね、あのー、ここに意識をし、まあ、ある程度この暗記っていう要素をですね強めていくようにしてください。ですかえー、今年見たくこういった典型論点が多く出題された場合はやはり精度の高さがものを言うかと思います。 でこれはですね昨年度のでも平成30年度の論文試験,試験の結果から、えー、こなんとなくですね感じてはいたんですけれども、まあ、令和元年度と平成30年度の本試験はですねこう基準の表現で答案を書いた方が点数が伸びているような印象を受けましたつまりポイントリストの表現そのまま書いた方が点数が伸びているのかなと。平成30年 でかんんでそれよりも前ですね平成29年度以前の本試験はそういったことは一切感じず要は受験生さんの自分の言葉で、まあ、フレーズなんかうまくつなぎ合わせて書いても点数は全然来ていましたしむしろそっちの方がですね要はガチガチに暗記して吐き出すっていうよりもそっちの方が点数が高かった偏差値が高く出ていた、ね、そういう印象を受けたんですけども、まあ、昨年ぐらいからちょっとおかしいなと。 で今年はさら、ね、にそれが如実かなと、まあ、典型論点が多,、ね、多いというのもあ,ありますけれども、ね、今年はですはさらにまあそのおこうイメージがです、ね、私の中でこう受験生さんのです、ねえーまあ、成績だとか、まあ普段の当連の、ね、内容と成績をリンクさせると、えー、基準の表現、まあ、ポイントリストの表現なんかをです、ね、こうちゃんと暗記して書かれている受験生さんのほうが、えーまあ、点数が伸びているという印象を受けますので、あのーまあ、印象を受けるというか、まあ、おそらくですねを間違いないとは思うんですよ。 まあ、最低の方が変わったのかとか、ねまあ、その試験員の先生さんの採、ね、点の,の,、えー、のやり方が、えー、こう何らかの形でこう統一されたのかとちょっと、ね、原因は分かりませんけれども、ねまあ、そういう、ね、あの印象を受けるのでなので来年度向けですね、令和2年度の論文試験を試験向けにはですね、ある程度このポイントリストの赤でマークをしたところは、まあ、覚えていくと。 まあ自分の言葉でねつなげて書く方が得意な方もです、ね、多いと思いますけれども、うん、ただやはりですね赤でマークしたところは多くの受験生さんが基準の表現をそのまま使って書いてくるところでもありますので、えー、まあそれに習って、ね、それに合わせて、えー、まあ少しね大変かもしれませんが、まあ、暗記という要素を強めた方が点数が伸びるのかなとは思いますので是非、まあ、ねそれは参考にしてみてください。難難ししいいい問問題題だったらいいと思います難しい問題であれば 別に自分の言葉で書いても全然問題ないんですけども、まあ、こういったですね典型度がこれまあかなり高いのでかなり高い、えー、問題については本当にポイントリストの、ね、まあ、まあえー、書くべきなのかなと、えー、思いますのでまたこれは当連解説の中でもですねそういったことはたびたびお伝えしていきますので、えー、まあとりあえず、ね、現段階ではそういう傾向がこれ間違いなく出ていると、えー、考えていいので、えー、まあ一つねこれからの学習の指針としてみてくださいはい。 では、えー、内容の方に入っていきます、えー。第1問、ストックオプションですね、計算はこれ絶対に合わせなければいけません。で、理論の方ですね、はい、えー、理論の方で,です、ね、上記問一のケースにおいては退職に伴う数量の変動と条件変更に伴う評価単価の変動とでは会計処理が異なっていると。で、それぞれの会計処理について理由とともに説明しなさいということですから、はい、これ、まあ、基準集。 をね見ながらやっていただければ高評価がおそらく取れると思います。ですか。まあ、これですね。退職に伴う数量の変動と条件変更に伴う評価単価の変動ですね。でまあ統一のケースなんでま統、あ、一をですね前提にお話をしていきます。まあ、これも踏まえなければいけませんよ。ですか。あのまあ当連の解説の中でもたびたびお伝えしていますけども、計算と絡むものやですねこういう状況を踏まえてっていうような問題は必ずこの状況を踏まえていく必要がありますんで。 はい、なのでまず退職に伴う数量の変動はい、このの退職に伴う数量の変動というのはまさにこれですねこの退職者これによってストークオプションの数がですね異なってきますよね計算する上ででそれはですねどういう解決をするかっていうとまず退職に伴う数量はこれ環境の変化と企業が意図しないストークオプション数の変動とはいなので、まあ、処理はね ちょょっと色変えまましょうかねね青でいきます、ね、その影響額は見直した木に損益として計上するとですか、まあ、理由は赤で処理青ですねですか、まあ、単なる環境変化企業が意図しないストックオプションの変動ですからその木に損益として計上していきますでそれに対して条件変更の場合はこれ企業の意図によってストックオプションが変動していますでこれはですね、えー、企業は将来にわたる効果を期待してるんですね はいなので評価単価が増加した場合ですね本物のケースですけれども公正なあ評価単価が増加した場合は条件変更日以降公正な評価単価の増加分については追加的な費用計上を、まあ、将来にわたってですね行っていくということになりますよとはいこれ,です、ね、これは条件変更によって従業員さんのやる気を引き出して 将来にわたってて、ねまあ、よりり売上を上げげをいいいいいたただきたいというういうそ思いがあるわわけですよねだからその将来にわたる効果つまり収益の増加に合わせて費用計上を徐々に徐々に将来にわたってしたいわけですよまさに、まあ、費用と収益の対応という観点ですけれどもはい将来にわたる効果を期待したあわけなのでその効果の及ぶ将来期間にわたってこの厚生労働価の増加分を費用計上して、まあ、対応させていくという発想ですね。はい でまあ、これは基準にですね、まあ、これが書いてありますからほぼあとはこの問題に当てはめるだけなんですよねでかつマレックの場合だとレンでもですねこれに近いものが、えー、5回目かなグラダプトレンの5回目で、まあ、ほぼ同じようなものが出ているんで、えー、まあそれを見ていただければね、えー、とかまあそれをねしっかりとやっていれば、まあ、これに近い言葉書けたかなと思いますし、えー、まあ実際この本試験でも、まあ、ほぼね 満点近く高精度高くかけなければいけないところにはなります。まあ8割9割ですね。かける必要はあったのかなと。はい。まあ8割9割9割ということは、まあこの模範解答にほぼ近いようなものがかけていなければいけないというところですね。はい。ですか。あのこれ問題が解けたと思っても解けなかった方はですね、ちゃんと まず統一のケースを踏まえているのか、要は公正な評価単価の変動というのが統一のケースだとこれ5600から6400まで増加しているので、まあ、その増加しているということを踏まえているかとかですねあとは会計処理を理由とともに説明するのでちゃんとですねこの会計処理と理由両方ともかけているかどうかですね、はい、理由はまあ赤でですねさっき書きましたので理由が書けているのか。そして あの会計処理のの説明がでできているのかですねこういったところを今一度確認してみてください書けたと思ったけれども書けていないという方は、ね、その詰めが甘かったりしますからねなんとなくそれらしいことが答案上散りばめられていてもちゃんとこの問題の要求事項に答えてなければ当選点数は上がらないですから。でかつこういった典型度の高い問題は皆さん多くの方は規範定率は覚えているわけですよ。 それをちゃんとですね問題の状況に当てはめることができたかどうか、まあ、これが本当にキーポイントになりますので、そこをですね1つ反省材料として、特にまあ心当たりがある方や、ですねぱっと見てあ、確かにそうだなっていうですね自分はそれに該当するなって思われる方は、ですねまたその次に向けて、えー、そういったことが二度と起きないように、ですね、えー、ちゃんとですねその問題を見て回答するということをアウトプット練習、当連のですね、えー、演習を通じて要請していく必要があります。はい でであとはですねちょっと話途中になっちゃいますけどもやっぱりですねその合格されていない方お話をすると当連をね生で受けていなかったあとは通信だから当連やらなかったとかあと時間上がってやらずに当連を問題集頑払りにしていたとかっていう方が結構多いんですよ。ででもそれらすから まあ生で受けられるんだったらできるだけ生で受けるとでまあ地理的なね要素やまあ物理的な要素あとはもう仕事なんかの関係でどうしても現場では生で受けられないという方は、まあ、当然それは別にご自宅で受けても構わないというかあのそれしかないので全然自宅で受けてもいいんですけれどもただその時やっぱり時間かかって答案書いて書いた答案は提出するとそうした客観的な評価を受けることが必要になりますあの結構多くの方はですね提出してないとで提出してなかったら客観的な評価を受けられないんですよねで論文式試験は試験員の先生が文章を見て採点するわけです 他人のの目っってていうものが評価に関わってくるんですねで当然死、ま、刑、あの先生に採点をしていただくということはできないわけですけれどもただから少なくとも自分以外の第三者が答案を見てどう思うのかっていうその結果を毎回毎回フィードバックしている方とそうじゃない方では答案、えー、なんか10回とか10回あるわけですから断然差がついてくるわけですよその差がやはりこの偏差値52を突破できるかどうかっていうところの違いになっているとは思うんで、ね、だからこれは本当受講相談していて明らかですね。 まあそのみんなが見たってるわけじゃありませんよ。合格した人の中でも当然やってない人もいれば、えー、合格した人の中でも当然やってない人もいれば合格、ね、しなかった人でも当然ちゃんとやってる人もいるわけですけどもただおおよその傾向っていうのはそうなってますね。合格した人はちゃんと当練を受けてる、ね。生で受けられなくても時間を計って解いてる。ね、でもな時間を計って、えー、解けなかったけれども何度か書いて提出してるとか、ね、で逆に合格できなかった方はです、ね、う生で受けられない。えー、かつ時間も計ってない。問題集代わりにめくるだけ。 えー、そういう勉強を心当たれる方は注意してください。やっぱり当連大事ですから。それやらなかったら論文ってなかなか受かりませんからね。まあ、担当も、ね、時間を計って当連解くっていうのはすごい大事ですがやっぱり論文は担当以上にね当連の効果っていうものは威力を発揮しますので、えー、ぜひねその来年の向けの当連っていうものをねしっかりと、えー、解いてアウトプットしてでフィードバックすると評価してもらってフィードバックすると。で結局ねそのプロセスが踏めない方っていうのは。 時間なななくてて勉強できていない方なんです、ね、じゃあ来年はやりましょうと思うわけですよね今。でも結局例えば5月6月になると勉強が進んでないから当連ををく時間を削ってインプットに回すすわけですよでそれやっていたらやっぱりその答案を書くっていう作業ができないぐらいにインプットが追いついてないわけですから答案を書く作業ができるからインプットができてる方に比べてもう差がつけられちゃってしまってるんですよね。 だから当蓮を解くこと自体も大事ですけどもそもそも当蓮を解く時間がないほど追い詰められてる方はやはり合格率下がるわけですよだからそうならないように今からプランニングをしてスケジューリングを立てて勉強も進めていく必要があるんです、はい、なのでまあ当蓮をね、えー、受けないっていうことのデメリットそしてまあ不合格の理由っていうのは2つあるんですね答案の え客観的なな評価を受けいいととうことそれ自体に問題があるというところあとはそもそも答案を書く時間すらないこととと自体に問題があるというここですねえまあこの2つなのでそれはどんどん差がついてきますよ。うまくいってる方とそうじゃない方好循環のスパイラルに入った方とね負の循環のスパイラルに入った方ですね。だって下がっていく人と上がっていく人ですからねどん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 そこ差が広まってきますからそれは当然その差って定量的に表すことできませんけれどもこれが ちょっとずつちょっとずつ広がっていって本試験では合格不合格を分けるような偏差しの差になってくると、ね、はいちょっと解説の途中だったんですけども、ね、あのまあ最近こう合格発表が終わって受講相談ですねいろいろとこう受けるので、えー、こう思うところが結構あってですね、えー、途中でもこう言ってしまうわけですが、えー、心当たりのある方はね、えー、そこは注意をしてください。ははいいいじゃあすすまません、えー、内容に移っていきます、はい、問題の まあその内容自体は簡単でその典型論点なので今更根掘り葉掘り説明するという内容では実はなかったりもするんですねはい問題の2の問いでまず仕分けは絶対できなければいけませんね仕分け間違えればそれまで、ね、第4問でかなりですねこれ不利益、ね、差をつけられてしまいます、ね、で仕分けやってる前提で問題の2の問いですね、まあ、この仕分け処理を行う理由を自己株式の正確に照らして説明しなさいとでここもですよあの自己株式の正確書いていかなければいけません で自己株式の性格って何かというとこれ資本控除説ですからまずこの資本控除ていうところは絶対に必要になってきます。はい自己株式は資本の控除としての性格を有すると。で,すか,でかつ自己株式の処分は株主との間の資本取引だよと。まずこれが必要ですね。でここからですよ、ここからなぜこの仕訳になるのか、まあ、いわゆるうその他資本の条件ありますけどもなんでその他資本の条件になるのかという説明をしていきます。はい かちゃんと性格踏まえましょうってありますからね正確に照らしてありますからねはいでさらにこの新株学と自己株式処分が同様の経済的実態があるわけですからすか、まあ、ここも資本取引っていうところから続いてるわけですよねこうですねなのでこの自己株式の処分差損はまあ要は損益取引じゃないわけですから新株学と同様の経済的実態を、えー、有するわけなので、えー、払いコミッションの払い戻しと同様の性格があると。 出資のですね返済、まあ、返済って言ったら言い方ちょっとですね変かもしれませんが、出資の払い戻しっていうふうに考えていくと。はい、まあ、新株発行の中でですねもらったお金が発行した株式よりも少なかったわけですから払い戻してると。はいなので、資本の払い戻しになると。でかつですね 資本常用金の中でも会社、まあの制約によりその他資本常用金を減額すると一応まあこの回答はうなのでその他資本常用金を減額するというところまで言及していかなければいけませんまあ、単に資本常用金を減らしていくというだけでは、えー、これは回答としては足りませんね 資本上昇金の中でもやはりうがその他資本上昇金ですから、なんでその他資本上昇金というところまで触れる必要があります。で、ただ回答業数がですね、これもなかなかつらいので、まあ私も書くときにこうかなりですね、どうしようかなと悩んだんですが、もう一言ですね、会社法の制約を受けるんで会社の制約からその他資本上昇金からの減額と。はい。なのでまあ払い込み資本の払い戻しだよということで資本が減るっていうことをお伝えして、その資本が減るっていう中でも会社法上の制約からその他資本上昇金になりますよということを伝えていきます。 単に「資本条筋」ってだけではこれ足りません。その他資本条件ここまであの触れていく必要はありますから。はいまあ、これ連結じゃないですからねあの個別の話ですからちゃんと「四四条筋」って科目があるわけですから、まあ、連結だったら集約されるんでそこまで触れる必要はないかもしれませんけども個別なので、えー、まあそういったところもです、ね、隙を見せてはダメですね。 でまあ、これもですね回答要数短いので正直まとめるの難しいかもしれませんがそれでもですね、まあ、8割9割はは書いていてく必要はありますで特にね、あのー、資本が減額されるというところから先つまりそれが資本準備金なのかその他資本剰余金なのかっていうのは、まあ、要は会社の話が出てくるんでそこをこう深くね追求する必要はないかなと思って私はもう一言会社の制約でこれで済ませました。 もうちょっと行数があればその内容も書いていけたんですけれどもまあこの4行だとこれが限界かなというところでまあ会ま社の内容ですからねその財務会計っていうものではないのでそこはもう会社の制約っていうことで一言すましたとはいただ少なくともねこう自己株式のですね会計的な性格っていうものはこれは問題で要求されていますのでこれはきっちりと書いていく必要がありますはいでは続いていきますえー、問いにですね えー、問いには、当期末に行う株の支出に関する整理仕分けについて、カイトランド、まあ括弧内に適切な科目とか金額を記入すると。はい、で、えー、これはその他、資本条件が当期末負の値になってるんですね。負の値になってるんで、まあ、それを利益条件で補填する、その理由を書いていくと。まあ、これも5行ですけれども、まず状況を踏まえていきましょうと。 まあ上にね資料がこうあるわけですから資料1と資料の2なのでまず登記末にどういう状況になっているのかということを書いていく必要がありますねそうすると登記末には負の値になっているとだ負の値になるんだけどもまあその負の値は認められませんというのをまずね状況として説明していきます本問におけるその立場の預金は登記末に負の値になるが え資本除金は株主からの払い込み証のうち資本金に含まれないものを表すため本来負の残高の資本助金という概念は想定されないと、まあ、払い込み証のマイナスはないですよということですねだから状況とまあとはこういう状況が想定されないよっていうところを踏まえてその説明をしていきます。で会計処理ですね会計処理ですね、えー、その他資本助金が負の値になった場合は利益除金で補填しますよと。 それをしてるんだとただまあ行数があるので都度補填せずに会計期間期末で一括して補填するよというところもねわざわざ、ね、こう整理仕分けと書いてあるんで基中仕分けじゃないよということがです、ね、問題の中からですね伺えるので、えー、まあ都度都度ね 補填するんじゃないんですよっていうところまで入れていきます。まあちょっと正しがきごはもうチェックは入れてきませんけれども、まあそこまで書いていかなければ行数が長いので、えー、まあこの三行ぐらいで切ってしまうのは辛いかなというところですね。はい。それでは続いていきましょう。えー、続いては資産除去裁判あ。ちなみにここですね、最後の問題もまあ八割九割はあの取っていただきたいと。だからもうほとんどですね、この第 4問の問題1問題2は、まあ、理論部分、まあ、計算も含めてですけれども,もうほぼ感動が必要だということですよねはいで次、資産除去債務ですねで資産除去債務、まあ、計算は当然正解が必要なんですがこれはね回答要素短いんですよね、えー、問題3問いの1資産除去債務に関する会計基準において引き当金を計上する方ではなく資産除去債務を計上する方が採用されているよと。 これが、まあ、個人的には、うんまあ、苦労は正直実はしてないんですよ。<laughs> この回答行数でまとめることに。ですかただもっと書きたいんです、本当は。私はもっと書きたいんですけれども、書けないんですよね。で、これってのはですね、その資産除去債務の会計基準が、えー、その引き当て金方式を計上せずに、 今資産不正の両建て計を取る理由として。上げている内容をそのまま、まあほぼ書いてるんですね。だから、まあ要は基準のね、結論の背景部分なんか、をそのまま映したものなんですよ、ほぼ。ね、で、ちょうど4行くらいに収まるんで。別に苦労は正直していないんですね。ただ迷ったんですね。今その。結論の背景部分の内容をそのまま映すか。もうちょっと自分なりにアレンジして、本当はもっと書きたいんですね。何が書きたいのかというと。ええー。 今資産除去債務を計上すると負債計上がね不十分じゃないと今将来の義務的なものだから全部ね計上できるというところをすごくまあ書きたかったんですがまあ一応基準に習ってそれは書かずにねまあ我慢してる状況ではあるんですよ。見ていききままますすすかかず回答からいきますえ引き当て金方式を計上すると えー、有形固定算の除去に必要な金額が BS に計上されず資産除去債務の負債計上が不十分と、まあ、少なくともこれは必要ですよね引き当て金方式だと資産除去債務の負債計上が不十分とで逆に、えー、資産除去債務を計上する方であればこれは有形高定産に含まれたこれです、ね、除去費用に対応するごめんなさい資産除去債務に対応する除去費用は原価償却通じて各家に評配分されると。はい なので資産除去債も計上する方が採用されるということでまあ一つですね引き当て金方式のデメリット負債計上が不十分まあここのデメリットから逆にね資産除去債も計上する方だったら負債計上が十分ですよということをまあ案に示しているわけですがちょっとここは正直明記はしたいんですねであとは、まあ、配分という方ですよねこの引き当て金方式のメリットである配分っていうのが資産除去債も計上する方だってそういうメリットは享受できるんですよと これをまあ書きましたうんただちょっと個人的にはあまり納得いっていないんですけど作った自分が言うのも何なんですけども、ね、やはり負債計上がですね資産熟債まで十分ですよっていうことはまあ本来であれば入れたかったなというのは思いました、はい、であのーまあ、これについては回答行数が短いので、まあ、どこまでこう,うまくまとめられたかというところが一つ勝負になるかと思います ら当然多分ねこの回答よりも全然いい回答というものがかけた方もいるとは思いますけれども、ねまあ、なんとかこれも7割ぐらい、まあ、さっきより8割9割というところも気持ちね回答業数が短いというところから7割ぐらいの、えー、精度でかけていればいいのかなと思いますただ負債計上が不十分だよという指摘やですね配分が資産熟債も計上するでもできるよという点、えー、まあここは必要かなと思いますので。はいえー、というのもですね あの一応問題の書き方として引き当て金を計上する方法ではなくというのがありますので一応引き当て金を計上する方法のデメリットは入れてあげたいとこれがなければですよ、ね、資産徐務に関する会計基準において資産徐務を計上する方法が採用されてる理由っていうんであれば正直この引き当て金のデメリットを書くんではなくて資産徐務を計上する方法だと十分に負債が計上できますよっていうような書き方を 私もしましたが、まあ、これがあるんでね、引き当て金を計上する方法ではなくっていうのがあるんで。やっぱり、その引き当て金を計上する方法だと、こういうデメリットがありますよっていうのを、まあ、一つ出してあげる必要があるのかなと思います。はい。まあ、ちょっとここは回答行数が短いので、書きづらいとは思います。はい。で、逆に問いのにですね、問いのに、まあ、これ計算は絶対正解が必要ですが。 時の経過による資産塾債務調整額、まあ、利息費用は財務費用とは見なされていないその理由を説明しましょう。はい、これはもう絶対にね絶、えー、絶対に絶対にに、あのー、関東ですね、9割から10割、はいまあ、実際の資金調達活動による費用ではない、あと退職給付との整合性、まあ、2つですよね。はい、あとははいと退職給付の利息費用は 営業費用に計上されてるとだからそれとの整合性を図ると、はい、この2点になります。まあ、問い1がね若干書きづらい分問い2のところでね完璧に書く必要はあります。はい えーまあ、ここまで問題3までは、まあ、超典型問題ですから、まあ、精度高くですね書いていく必要がありますが、えー、問題4はね少し難しいというか、まあ、これ私が受験生の頃はですねこういった理論も勉強はしたんですが、うんまあ、最近はあまりこの伝統論ってのは出ないので手薄な方も多いと思うんです、ねで,えー、問ですね問ですね問題4の問はこ1はんで圧縮基調の直接原画公式、えー、これが認められるんですかこういうのがあるんですか。 っていう部分なので、うん、ここはまあ入門期なんかの圧縮基調一番初め勉強するときにですね必ず教わると思いますから、うん、まあそれをね思い出して普段から考えて勉強やられてる方は問いちゃ簡単に行けたと思うんですよ。ただ問いには難しいですねそもそも栗延収益として処理する方法というのが、うん、まあ、何なのか知らない方もいると思うんですよ。ね、なのでまあ実は問いの方はですねここは正直書けなくてもいいかと思います。はい まあなんとかその繰り延べ収益というところからこの処理をイメージして想像してまあ少しでも分点が取れれば御の字ですがまあ,あまり問いには気にせず問一の方で点数を取っていくと6割ぐらいですかね6割だからまあ少なくとも半分ぐらいでも取りたいですねちゃんと趣旨を考えて計算やってればこれは決して難しくはありませんはい。見ていきましょうか 固定資産の取得権かその取得に応したあ支出額を付随費用支出額に付随費用を加えたことによることが原則とされているが国庫補助金等により取得した固定資産については当該国庫補助金等に相当する金額をその主導権から控除することができるとされているとまあい,いか圧縮,処圧縮基調処理というとで国庫補助金により取得した固定資産について圧縮基調処理が認められている理由を説明しましょうと、はい、でしかもま直接控除する方の方ですよね 直接減額方式が認められている理由はい。これなんでかというとまず国庫補助金ってもらったときに特別利益計上されますで、その特別利益が課税対象になってしまうので補助金もらっても結局その補助金部分が配当の原資になったりだとか、えー、税金があのかかってきて合理的じゃないんですよね それがまあ課税対象となりまた配当の原資となるなので国からね補助金をもらうんだけれども一部ですねそれを税金でま国なんかに返していったりだとか配当としてですねあの株主に渡ったりするわけですよ、えー、でもそれはおかしいわけですよねはいそこで国補助金相当額の 相当額をですね高低差の首都権から減額することによって取得時以降の減価償還が減額されるとで取得時以降の減価償還が減額されることによって、えーまあ、この課税の繰り延べができるとでもうちょっとですねこれも確かに回答行数があればその課税の繰り延べの仕組みなんかもですね話してもいいんですけれどもただ、まあ、行数が短いのでまあ、これぐらいが限界かなと、ね、まずは合理的ではないと。この 補助金を受け取る処理を放置しておくと合理的ではない処理が行われていることになるんですよとまずこの指摘は必要ですねじゃあ圧縮基調するとどうなるのかこれがそこで以降ですね圧縮基調することによるメリットはい、えー、まず処理自体ですね処理自体がこれですね補助金相当額を固定値の指導権から控除しそれによって効果ですね まあちょょっと青にしましまうかね効果固定資産取得時項の減価消却を減額することによって固定資産の使用期間にわたり課税や配当の繰りルべを図ることが可能となるとはい、まあ、この効果を享受するために足種基調が認められているとですか。なので黄色でチェックしたところがこれ状況ですね状況というかまあデメリット、えー、放置しておくとこんな悪いことがあるんですよということを説明すると亜種基調の会計処理でその効果ですね はいちょっと色分けはしていきました。まあ、入門期しっかりと考えて勉強できていたかどうかっていうのが少しここで現れます。機械的にやっているとまあこれ自体にねその理論対策としてきっちりとやるようなところではありませんけれども、うん、ただある意味計算もちゃんと考えてやれば普通に取れるところで、普段考えて勉強されてる方は別に何も難しくないと感じたでしょう。この部分はね。問い一は。 普段勉強された方は何も難しくなないいと感じてるはずなんですねで逆に今考えて勉強していない方は全然書けないと、ね。なので意外とこの部分っていうのが、えー、第4問の中では差がついたそういった部分かと思います。はい、で逆に問いのにここはもうほぼ埋没に近いと。まあ、なんとか部分点取れれば「御の字」です。はいきます。 えー、国庫補助金の会計処理として圧縮基調処理ではなくて繰延収益として処理する方が望ましいとする見解があるとでこの繰延収益の効果について、えー、BS および PL の表示の観点から圧縮,処理と圧縮基調処理と比較しつつ述べなさいと。ねはい、で,すかであのこのこの延収益処理というのは、ね、補助金の額をそのまま 特別利益に計上せずに収益として一旦繰り延べていくとベースに繰り延べていってで減価償却の割合に応じて徐々に取り崩していくという方法なんですねはいなので取得減価の減額がないんですよねまずですかちょっと二行目からいきます繰り述べ収益処理によると取得減価から国庫補助金相当額の減額が行われないんですねこの統一で説明した 圧縮基調処理っていうのは直接減額方式で直接減額方式のデメリットっていうのはこれ取得原価が減額されてしまうっていうことがデメリットでしたでも繰延収益処理は取得減額減額しません減額しません減額しないので BS においてその固定資産が公正な価値で表示されるんですね ここでから可能となるというところまでこれが BS 面の効果ですこれ問われているのはこの繰延ノ収益処理の効果ですからね繰延ノ収益処理の主効果について BSUPL、SO、の観点から圧縮著書と比較しつつ述べなさいこれねなかなか条件が多いのでこれも結構ねガイド作るの苦労しましたはいこれ BS 面ですここでいこですねこれ BS 面 圧縮基調処理と比較していますから。圧縮基調処理は取得原価から国庫補助金相当額の減額が行われるので、まあ、BS に公正な価値がですね、計上されないわけですよね。はい、で PL 面はその下ですねまた以降こ,ここ PL 面です。 PL 面はです、ねえーまあ、この BS 面にも通ずることですけれども、えー、補助金相当額が固定資産の取得原価から減額されないので減価償却費に影響を与えないんですねあの圧縮基調処理ここでいう直接減額方式の圧縮基調処理ですとあの補助金相当額が固定資産の取得原価から減額されますのでその分減価償却費が少なくなります。減、は、減、い、価価却費のの相違が出てくるんです固定産の取得原価を減額しないため 減、えー、価消却費が補助金の影響を受ける PL においては、まあ、取得圏から残存価格を控除した額の減価償却費が、えーまあ、最後、ね、の営,営業利益に含まれることになりますよと。でこれなんで営業利益に含まれることになるって書いてるのかというとこれは BS および PL のこれ、ね、表示の観点で問題にあるので、まあ、PL の表示の部分についてちょっと触れていると。 まあ営業歴に含ままれることとなりますよとですかで圧縮処書によると補助金相当額だけ固定資産の取得原価が減額されその分減価償却が少なくなるとはいだからまあ営業歴には含まれないわけですねその部分については。はい。 でまあ、もう少しね書ければその補助金の部分が減、まあ、価償却額が少なくなるってことは補助金の部分がこの営業損益計算の中に入っちゃってるっていうことなんですよね圧縮小処理だと。ただちょっと行数の関係でそこまで書けなかったんですが、まあ、本当はそこまで正直書きたかったかなと。はい、BS 面と PL 面と。 圧縮秘書処理と比較しつつ述べていきで。まあ結局のところここなんですね。補助金によらず、同種の資産を取得した他の企業との比較可能性を確保する観点からは繰延えー、処理が望ましいと言われています。はい。まあ、一応おまけなんですが、一番上にこれを書いておきました。まあ、少し書きづらいのでまあ、少しでもね。まあ、白紙。 は避けたいですが、何とか少し変えて部分点、本当に1点でも2点でももぎ取れれば良かったのかなと思います。はい、えー、これが第4問ですね。で、まあお伝えした通り、とにかくですね、あの点検論点は精度高く、えー、書けるようにしなければいけないというところですね。今一度この、えー、当連じゃなくてごめんなさい、本試験を通じてね、えー、今回ダメだった方はですね、ちょっと身をもって体験したと思いますので、えー、次回に生かすようにしてください。 はい、そして第5問いきましょう第5問も、えー、基本的には理論の、えー、解説の中心に見ていきますが、えーまあ、第5問はやっぱり本当にここ数年同じような形式ですね、えー、次年度令和2年の本試験もお,、ね、おそらくです、ね、同じような傾向続くと思いますのでまず連結の総合問題があり、まあ、場合によっては企業結合が絡みで理論はその会計処理を説明させる問題であったりだとかあともう本当にここ数年よく出てるのは こういう状況が生じた場合にはどういう会計処理をすべきかといったですねあの状況を踏まえてどういう会計処理すべきかっていうことをいわす。なのでこれはもう当連なんかを通じて実践力をつけていくしかないのでそこはまあよく出てるんだけどもそんなに気にせず。それよりも 今回の本試験であれば気にすべきところはですね第5問の問4ですねこの事業分離の個別上と連結上の会計処理ここれを説明でできたかかどうかというとといろですねで事業分離の処理は個別も連結も含めて、えーまあ、令和元年度の当連ですよね令和元年度向けの当連の中では非常によく出していたのでなんとかねここは高得点を取ってもらいたかったところではありますし実際、あのー、成績をなんかを見るとね 多くの方が第5問は結構よくできていましたので、まあ、事業分離の処理についてはねまあ残念な結果になられた方の中でもねその第5問のここの部分はできたよっていう方が結構多かったので、うん、まあちょっとね策切なこと闘いはあったのかなと個人的にはここが一番思うところなんですね。はい、で、まあ、来年の向けにもですね当然まあこういった想定をして。 実践的な問題を当連の第5問では作っていきますのでもうそこでね実践力を養うというわけですがただこの問4のようなですね問題については、まあ、ポイントリスト、ね、さらには簿記の学習の中である程度こう点数を取るための勉強ができるところですからですか。なので会計処理を説明するということを意識して勉強してください。 でこれ連結順処理なんかは完全に基準集ままですからねだから後半部分は基準集を移せばよかったんでここ基準集に気づけた方と気づけない方でかなり差がついたところだと思います,ですかあの連結順処理はまた以降なんですけどもこ,れです、ね、あのここはもう別に基準集の言葉を使ってあとはこの問題の状況 Z 社とかね Z1 事業とか A 社とかって基準の言葉に挟み込んだだけなんですよ でおそらくねこれ基準集を引けた方と引けなかった方で相当差がついいたかなと思いますだからここなんかはもう本当に回答を作るの楽ですね。私も基準集見ながら会社名当てはめていっただけですんで、えーまあ、受験生も、まあ、現場でね緊張感がありますけれども。 やっぱり基準集があるので特に解禁処理の説明がなされた時には聞かれた時には,時には今回はストックオブショーですよストックオブショーですそうですけれども解禁処理の説明が聞かれた時はあのまず基準集引きましょうとまず,まず基準集を引いてそれでなかったら基準集に載ってなかったら自分の言葉まず基準集基準集っていうねあの心強い味方がいるわけですからそれを使わない手はないわけですよ、まあ、要はオーディエンスみたいなもんですからねだからそれを できる限り使いたいたと当然使えばその会計書類によりどころとなるものがあるわけですから当然使えばね点数は高いに決まってるんですよ。それ使わなかった方に比べれば絶対に高いんです。はいだからもうここは確実にその自分の言葉なんかでは書かずにとにかく基準書の言葉を移してください。なければ別ですけれどね。はい、まあ、このようにですね 第5問では特にその基準集を参照する問題がここ数年、まあ、1台は出ていますからねだから1台は出るんだと思って来年度のことも考えてください。基準集を参照する力会計処理を説明する力ポイントリストになってる理論を実際の簿記の数字使った問題に当てはめる力こういうものが第5問では要求されますので、まあ、ある意味その実践力ですよね応用力実践力。 そういったものが要求されます。でも高いレベルのものでは正直ないです。まあこれ第五問はね少し難しかったと思います。でも第四問についてはこれはもうね多くの受験生が勉強されているところでもありますし別にそのレックでね今東レでいっぱい出したって言いましたけどもおそらくこのタコさんだってこういった類の問題は東レで絶対にね多く出しているはずなんですよ。だからここはある意味ね典型問題 といっても過言でではないんですね状況を踏まえるわけですけれどももう典型といっても過言ではないところはいなので、まあ、ちょっと先にねこの第4もなっちゃいますけれども問いようになっちゃいますけれどもこれもう7割から8割こう取っていかなければいけませんもう連結のところなんかは移すだけですからあとは個別のところですね一応個別のところはまた色を変えていきますかねはいちょっと先に問い四だけどね簡単に説明しますけれども まず、状況を踏まえなければいけないので、えー、この Z 社の A 社に対する持ち分比率が20%になりましたよと、ね、20%になったとで。関連会社化しましたよと、これは絶対に必要ですね。で、そして、まあ、最大のポイントはここですよ。A 社株式の保有を通じて Z 社の Z1 に対する投資は継続しているというところですね。これがなければ完全にアウトですかね。継継続続投資の継続ですよとだから 条処理ととしては母が引き継いでるんだよと状況、理由、会計処理、青でいきましょうかね。Z 社の個別上、移転損益は認識せず、受け取った会社株式の首都原価を株の資本相当額に基づいて算定すると、僕が引き継ぐよとですか。状況、理由、処理、ね、この3つですね、状況、理由、処理、ね、これをしっかりと書いていくと。はい、で、連結部分はもう参照ですから。 分子を参照してください7割から8割取る必要がありましたはいではちょっと前に戻りましょうか、えー、統一まあ統一ちょっと難しいですねちょっと難しいですがまあそれでもまあなんとか最低3箇所できればまあ4箇所ぐらい取りたいかなとここはもう最低ですね最低でも3箇所できれば4箇所取れればいいのかなというところです 問いには、まあ、全体として3割から4割取れれば OK です。こっち箇箇所4箇所ですね。こっちは3割4割です。まあ、そのここ最近としては難しくないということをお伝えしましたけれどもただそれでもやっぱり受験生にとっては、まあ、特にそのタイムテーブルを作る大元部分ですねあの問題ですと、えーまあ、これは。 試験当日かな、ね、試験当日、えー、終わった日か終わった日、まあ、受験生さんと飲みに行って一番質問があったところはここなんですが、えー、あれあこれですね商標,権この商標権をどう処理したらよかったのかというところですね、うん、これはですね、まあ、多くの受験生さんが迷われていました。 識別可能な無形固定算として商標権3000を計上すかし、まあ、これ評価差額として処理するそして税効果も加味するというのが結論ですがこれってまあタイムテーブル作成の部分に絡んでくるので、まあ、この処理がね分からなければ芋づる式に知ってしまうのでそれ以外の内容っていうのはそこまで正直難しくはないんですけどこういう大元部分にひねりがあるので、まあ、全体としては34割というところではあるでしょう。でもででもきた方はですね おそらくこう六から7割ぐらいはできているかなと。なんならもうちょっとできている方もあると思います。この第5問はですね、かなり偏差値が高い方もですね見受けられます。第4問の偏差値がすごく抜きに出てるっていう方はあまり見受けないんですよ。やっぱりもう多くの人が典型問題で精度を高く書いてきているので、まあさっきもお伝えした通りレベル感としては偏差値52付近で集中してるんですけれども、第5問はですね、こう連結 取れた方はこの分で跳ねている偏差値が、ね、相当高高く偏差値叩き出している方がまあ何かいらっしゃいましたこれはやはり連結の計算部分がバチンとねはまった方ですよねタイムテーブルなんかがしっかりとまあ無形固定差の部分が商標権の部分が、えー、評価差額と同じように、ね、処理するということがまあわかり、えー、まあ無事 タイムテーブルを作り終えた方はですね、多分偏差値は相当伸びたと思います。だからできている方はですね、本当に六七割からさらに至れば八割ぐらい取れている方もいると思うんですよ。はい。ただまああのラインとしては四割ぐらい取れれば同じだと思ってください。ですか。はい。で、えー、続いてかな。トイさん。トイさんはこれは正直。 だいぶ正解したいですね。用語も含めてまあ可能な限りまあ八分のまあ六ぐらいは正直取っていきたいところではあります。まあできれば一ミスぐらいでですね、なんとかこう切り抜けたいですね。まあ一応こう穴埋め形式になりますので、この文章を読みながらですね、回答は結構埋められたと思うんですよ。 だから当然得意な方は全問正解という方もいますし偏差値が高い方はここは完、ね、登できたという方もいました。全然難しくなかったと。だからまあこれ最低ラインですね最低でも6できればもう1ミスできれば1ミスぐらいで抑えたいところですね。はい、で最後の問い5ですね問い5は本当にここですよね現場対応力が問われる問題はここだけだと思います今回の試験で。 まあ、あとリースもそうですけどもた,ただリースはちょっと難しいというのがありますがここは本当に対応力が問われましたで、3つありますがまあ1個ぐらいかけてればいいですここはもう部分点ですね多分これらをですねバッチリ3つかけた方はですねあまりこう多くいらっしゃらないかなと思いますただまあ1つ書けば同じということを今言いましたが1つ書けたらですね全部かけてるって方も多いと思うんですよまあ、同じような内容ですからね 内容ってですか、まあ、A 社がさらに業績が悪化した場合にどういう処理をするのか、ね、A 社の個別だったら減速、まあの兆候の可能性があるんで減速の兆候が出るんだったら減速処理を検討するし、えー、あと回収可能性かな、ね、古る延税金さんの回収可能性が失われる可能性があるので、まあ、その場合には回収可能性を取り崩す、うん、検討をしていくと、えー。連結上じゃなくてこれはあれ P 社か。ね A 社の業績が悪くなったときに P 社は A 社株式の減損処理を検討したりだとか貸し倒れ決金を追加計上したり債権者の区分というものを見直したり連結上はえのれんの超過収益力部分が失われていると可能性があるのでえ超過収益力を表すのれんの減損処理を検討していくと。どれか1個ねえまあかければいいのかなと思います。ただもうこれも白紙だときついと思いますのでなんとかねえ1つぐらいを書いて切り抜けていただければなというところですね。はい とといいうところでざっくりりににはなまますがね、まあ、理論中心に解説をしていきましてきただからお伝えした通りですね、えー、次年度令和2年度に向けて典型論点の精度を上げるという点ですね典型論点の精度を上げる、ね、そして第5問対策なんかでは、ね、計算処理をちゃんと説明できる基準数を参照して計算処理を説明することができるそういう力がよりね強く求められるようになっている傾向はありますのでぜひね、えー、これを機に、えー、次次 令和2年度に向けてのね学習の指針のまあ、一つね参考にしていただければと思いますはい、えー、それではですね令和元年度の論文試験の財務科系論ですね、えー、解説の動画の方は以上とさせていただきますまたねあのー、計算の詳しい解説なんかはですね解説冊子がですねレクの方からアップされたりだとかですねあとはこう送られると思いますので、えー、そこで検討をしていただければなと思いますはいではね講義の方は以上になりますお疲れ様でした